スライスが治らないのはこれが原因かも。プロゴルファーの奥山です。本日はスライスが治らない人についてレッスンさせていただきます。皆さん、スライスに困っていませんか？スライスに困っている人はこれが原因かもしれません。その原因は何かというと、トップの位置から肩を回転している、肩を優先して回転している可能性があります。下半身の回転よりも肩を先に回転させると、このように外から降りてしまいます。外から降りることによってカット軌道になり、スライスが治らなくなってしまいます。トップの位置から肩を優先していくと、このようにカット軌道で突っ込んだスイングになってしまいます。突っ込む動きもスライスの原因です。突っ込むからというよりも、肩を回しているから突っ込みます。肩を回すから外からカット軌道になります。トップの位置からしっかり左足で回転させていくと、手が下に落ちているように見えます。これが軽いインサイドから来るということになります。左足をリードさせることによって手元が下ろされて、スイングするとインサイドアウトの軌道を描くことができます。トップの位置から左足でリード、これが大切です。そうするとスムーズにスイングができます。練習方法ですが、このように地面にスティックを置きます。スティックを置いて、トップの位置から肩を回すと外から入っているのがわかります。ここから左足でリードして、手元を下に降りるようにしてインパクトを迎えると、このスティックよりも内側から入っていくのがわかります。この練習をしてください。スライスの人はこのように足を動かして内側から入るイメージをすることは、とてもインサイドから入れてる感じがすると思います。通常まっすぐだと思っている人がカットの場合、インサイドで降りてくるのはかなりインサイドに感じます。なので、このスティックを置くことで感覚の勘違いをなくしましょう。トップから左足でリード、そうするとスティックに当たらないようにインパクトが迎えられます。そして振り抜けます。まずこのスティックを置くことで、正しい感覚を目で見て判断してください。自分の感覚だけだとインサイドから入れてるつもりがカット軌道になっている人が多いんです。この肩を回さない左足リードをすることによってスライスをなくしましょう。